こんにちは、吉谷さん。エホバの証人ね、すごい偶然がいつも私たちを襲いますね。今回もあれじゃないですか、エホバ神の導きじゃないですかね。まあなんてことを言ったりしますけども、私ね、エホバの証人さんって基本的に好きなんですよ。で、羨ましいところもありますよね。その、まあ言い方によっては思考停止とも言えるんですけども、でもね、全てを捧げられるほど信じられる存在に出会うっていうのはすごい貴重なことだと思うんですよね。ですからそこは単純に敬意を注ぎたいなと思います。とてもね、人が信じてるものを私はバカにする気もならないし、それはそれで幸せなんだろうなと、いいことだろうなと思います。そして信じてるものもどっかでね、信じられなくなったりすること、これもね、別に尊重するべきだと思うんですよ。むしろ信じて追求したからこそ、あれ違うなってことに気づくのも早いのかなと思いますし、まあ自分を信じるっていうのもね、一つの偶像崇拝というふうに言われますけども、まあ自分を信じてもいいと思うんですよ。でも私はね、ちょっと逆でですね、私はね、自分のことがあんまり信用ならないんですよね。いつ自分が今まで考えていたことを裏切って例外に走るのかと思ったり、自分はね、信じてはいたいけども、でも本当にこのまんまこの先の人生も自分でいられるだろうかと思うんですよ。まあ好みが変わったりね、すると思いますし、もしかしたらまあ分かんないですけどもね、ちょっと新しく出会った女性に心奪われるかもしれないとかね。なんかね、このまま安定して人生の最後まで行くっていうふうにどうしても思えないんですよね。どちらかというと、今までの価値観を全く否定して別の方向に進むんじゃないかなというふうに思ってるんですよ。そう、自分自身っていうのは制御しがたい暴れ馬みたいなもんで、いつね、欲望が湧き起こってそれに流されてしまうのか、いつ落胆で自分の気力が失われていくのかっていう、このね、せめぎ合いなんですよね。まあ、ですんで、今日欲しいと思ったものとか、今日やりたいとか、今日見たいと思ったものは今日やっておかないと、明日になったら気持ちが変わってるかもしれないということなんですよね。で、私はね、トランザムナイト2000買いましたけども、買う時にものすごくね、不安だったのは何かっていうと、買った瞬間に好みが変わっちゃうんじゃないかなと。あと牧人ってのありますよね。牧人も自分が手に入れるまではずっと欲しかったんですけども、手に入れた瞬間になんでこんなもの買っちゃったのかなっていう風にならないかなとかね、その不安と恐怖がずっとありましたね。まあ今私の2階はホームジムになってますけども、筋トレルームになってますけども、これもね、少しずつ買いましていったのは、一気に買っちゃったところで自分が急にそれに興味がなくなったらどうしようっていうふうに、私自分の欲望すらね、全面的には信頼してないんですよね。だから自分を信じるってことが私できないから、まあ行動原理になってるってところがあるかなと思うんですよ。今のうちにやっておこうとかね、今のうちにこうこうだとかね、でしかも私はこうね、タイミングを逃すと素直に謝れなかったりもするんですよ、ね、ここはね、本当にこう最短最速で、あ、ごめんなさいって言っとかないと、時間が経つと心とは裏腹に行動してくれないんですよね。私の体っていうのはごめんなさいと言ってくれないんですよ。で、嘘をつき始めるんですよ、途中から、だからそういうのがね、ものすごく私はね、自分を客観視するとあるなと思うんで、あ、自分っていう存在がまず当てにならないなと、信じられないなってところがスタートなんですよね。ただね、ただこういうことも同時に思ってるんですよ。この YouTube の更新ですね、一つの例えで言うと、 YouTube の更新がいつかね、あ、めんどくさいな、そろそろって思うときは来ないと思ってるんですよ。これは私がね、自分のことを信じてるところですね、まあ、信じてるというよりも、まあ、そこまで思ってないんですよ。信じてる信じてないのレベルじゃなくって、もうやるのがね、当たり前と、生きてる以上はやるのが当たり前、靴を履いて外に出る、それと同じぐらい、私の人生の中に YouTube をやるっていうのは、外出するときに靴を履くのと同じレベルなんですよ。靴を履かないとどうにもね、遠くまで行く気にならないし、怪我をするんですよね、まあ、そんな感じですね。だからね、信じるってことは羨ましいところもあり、信じたらそこでゲームセットになってしまうところもあり、両方ですかね。でも私こう思ってるんですよ。よくね、そのワンピースを見つけてね、最終回になっちゃったら
どうだとかって吉田さんも言われてますし、確かにコナンも大人になってね、そこでゲームセットになっちゃったらつまんないかもしれませんけども、あのある日ね、こうも思ってるんですよ。ある日というの、北斗の拳ってあったでしょ、ラオウを倒しました、でも続いたじゃないですか。今度ね、海王っていうのが新しい敵が出てきたんですよね。修羅の国に行って海王を倒しました、終わるのかなと思ったらまだ続きがあったんですよねで最後はあのバットとすごくね強い友情を交わして爽やかにケンシロウは去っていく。要するにエンドレスなんだよね、人生ってのは。人生とか漫画ってのはストーリーを付け加えようと思ったらいくらでも付け加えられる。例えばワンピースですよね。ワンピース見つけたぞって言っても別にそっからの物語でもいいわけなんですよ。そっからの物語書いても。で最後にね、こういう例をちょっとお話ししましょうか。昔ね、あのヒーローものでジェットマンってあったんですよ。ジェットマンって、ね、超人戦隊ジェットマンって言ってガッチャマンみたいな戦隊なんですけども、これがね最終回がものすごくね衝撃的だったんですよね。どういうことかっていうと、あのバイラムっていう敵をジェットマンがね結局最終回で倒して完全にもう追放したんですよ。もう消滅させたんですよね。よし勝ったぞと、地球を守ったぞと、バイラムは二度とこの地上に現れてこないんだ、地球は平和になったって終わるんですけども、最後の15分がまさにね平和になったその世界を描くっていうので最終回最後を飾ってるんですよ。そうなんですよ。ジェットマンに関しましてはヒーローものでもそうですけどね、敵を倒しても通常の人間としての生活が始まるんですよ。それこそが本当の戦いだっていうことだとも思えるんですけども、まあ、仮面ライダーでも何でもそうですけどね、地球を平和にした後その平和な地球でいろいろトラブルが起きるんですよね。それがまたね面白いストーリーだったんですけども、ジェットマンにしてみたら、ジェットマンって5人グループなんですけども、ブラックコンドルっていうのがいるんですよ。ブラックコンドルはみんなで地球を平和にした後ね、あのなんかリーダーのレッドとそれからホワイトが、ホワイト女の子なんですけども結婚するんですよ。で実はブラックと三角関係だったんですね。でブラックはレッドのことをすごく気に食わなかったんだけども、いろんな戦いを通じて強い友情で結ばれるようになって、でレッドとホワイトの結婚式をまあ祝いに行くんですよね。おめでとうって感じで、で途中花屋さんで花を買うんですよ。そしたらひったくりに出会うんですよ。隣のお客さんがね、キャーとか言って言うからどうしたんだと思ったら、ひったくりがバッグを盗んでバーッと走って逃げるんですよ。でブラックコンドルはまあ別に変身するでもなくね、その時はもう変身しない、まあ、通常モードになってるわけですよ。もう平和になったんでね、もうジェットマンに変身しないわけですよ。でそのひったくりを追っかけていってバッグを取り返すんですよね。お前今日お前俺の結婚式なんでこんなつまんないことすんなよこの野郎とか言ってね、簡単に取り押さえてバッグを取って、でまあバッグを返しに行こうとして歩き始めたら、後ろからその犯人に刺されて死んでしまうというね。だから地球を救ったヒーローが救ったはずの地球人に後ろから些細な理由で殺されてしまうというね。だからストーリーの後にストーリーありなんですよ。まあ、ですんで、あのワンピースが目的を達してね、ワンピースを見つけようが、コナンが大人になってしまおうが、その後も人間の戦い、歴史は続いていくということですよね。だからビジネスに終わりはないと。ゴールは新しいストーリーのスタートであると。で、山の頂点に達すると、その山の頂点はさらなる山の麓でしたっていうね。そんな人生を見ていますね、私はね。いや、いろいろと捉え方あって面白いですね。じゃあタイトルはね、ジェットマンにしておきましょう。ね、ジェットマン。ジェット、ジェット、ジェットマン、ジェットマン、クロスチェンジャーって感じですよね。いってらっしゃい。